8日はドイツロマン派の代表的作曲家シューマンが誕生した日なり。ロベルト・シューマンは1810年6月8日にドイツのスピカウで生まれたなり、幼い頃から音楽の才能を発揮し、ピアニストを目指したけど、練習のしすぎで指を痛め断念。以後、作曲と文筆に専念するようになり、詩や文学、自身の恋愛体験などから着想を得て、クライスレリアーナや子供の情景、その中にあるピアノ曲、トロイメライなどを作曲し、ロマン主義を代表する作曲家と言われたなり、師であるピアノ教師、ビークの娘、クララと結婚し、意欲的に創作活動を続けたけど、もともと繊細な性格だったこともあり、次第に精神を病んでいき、ライン川で自殺未遂を起こした後に精神病院に収容され、それから2年後の1856年7月29日に46歳で死去しているなり。余談だが、シューマンの妻、クララは、19世紀を代表するピアニストで、作曲家としても知られています。